電撃文庫クロッシングボイド。どう考えても不幸に愛されているとしか思えない。昨日の夜中に雷が落ちて電化製品がほぼショート、冷蔵庫の中身は全滅だし、非常食のカップ麺は長時代にぶちまけ、外食のために財布を探したらキャッシュカードを踏んで壊す。最悪だ。結局卵の引き換え券が最後の希望だな。どうやって食っていこう。ああ、俺の大切なチケットが全滅した。おい、そこのてめえ何しやがる。ねえねえお姉様、私のスイーツも食べてくださいまし。クロコ特製納豆&クリームトッピングですのよ。さあ遠慮なさらず、さあさあ。死ぬ。なんですの、危ないですわね。自販機を投げて私とお姉様の中を裂こうだなんて、卑劣な能力者ですわね。許せませんわ。ちょっとそこのあなた、私はジャッジメントの白井クロコと申します。器物破損および町の風紀を乱した罪であなたを成敗いたします。覚悟なさい。ああ、ガキは危ねえから首突っ込むな。早く学校に帰んな。あら、私をなめたことすぐに後悔しますわよ。行くぜ。ねえ、んなわけねえだろ。俺もさっきのバーテンダー追っかけてたんだよ。あいつが投げた自販機のせいで最後に残った引き換え券が全滅だって。時話台のお嬢様に貧乏学生の苦悩なんて理解できねえだろうけどな。あれは町の警備用ロボット、騒動を察知してこちらに向かってきたんですわ。では私はここで失礼いたしますわ。
おい、一人だけずるいぞ。俺は何もやってねって。自販機を壊したのはあのバーテンダーだって。不幸だ。私とやり合って勝てると思ってんの？